しました。ああギだ。いたいたいた。今いた。つるないびっくりしたわ。多分。お。開始。お。配信。YouTube 配信。え誰今の？ツイキャスの配の。キモワンやんえっとよいしょ。リツイートリツイートします。放送が始まりましたので。 よろしければ来ていただけませんか来ていただいた方の中から抽選で A5 ランクのお肉をプレゼントしたいなという気持ちもあり今現在 長っ長っしっかり百四十使おうとしてる大丈夫ですかそれ詐欺ならないですかそれ大丈夫来ていただいた方の中から抽選で5ランクのお肉をプレゼントしたいなという気持ちもあり今現在お肉は取り扱っておりませんって言った方あー結局ああ上げて下げる感じのね上げて下げる上げて下げたね完全にねはいリツイートお願いまして あのさえ、一個言っていい,言ってい,い何ミスター、この、えや,や違う違う、このさ、戦乱のさ、よければ来ていただけませんかっていうのは、うん、あの、どういう意図でツイートした、うん、いや、もうこれはね、<laughs> ウラタンが、あの、言ってるのをそのまま、やっぱり <laughs> いや、俺もさ、俺もさ、来ていただけませんかってツイートしたんだけどさ、完全に一緒なんだよね。 で、センラもさ、よければ来ていただけませんかって書いてたから、あ,あ、うん、これ絶対俺とセンラ、裏田さんの見て、さきながらっやってたからかなって思ったから、全部一緒にしようかなって、全,全部一緒にしようかと一緒思ったけど、うんうん、ど俺も思って。五ランクのお肉とかいうくだりは、ちょっと俺はつぶやく勇気がないと思ってやりました。 俺はあの、英語ランクって言ってたから、コジヒカリってなぜか売ってしまったけど、なめんどくさいからそのままついとした。肉に合うものみたいな感じのね。そそそうううやっぱね、嘘はいけない。嘘じゃねえよ。嘘じゃねえろ。嘘はいけないなという気持ち。嘘じゃないよ。いや、始まったよ。始まったね。始まりましたね。月曜日来ましたね。今日も。月曜日来ましたよ。今日もこの日まも。 はいはいはい。なんか、月曜日、もう月曜日かって思いもあるけど、なんか、なんか長かった気がするわ、この一週間と思って。なんかみんなと久々な気がするわ。そうなのあれかな木曜日がなかったからじゃんそれは。そうかも。確かに。なんか久々かもって思っちゃうわ。そうか、マラソンがあっら30はね、あったけど、7がなくて。 そう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 。ああ、寂しい気持ちです。それは確かに、ちょっとあったかもしれませんな。俺もあったわ。確かに。じゃあ、木曜日またやるマラソンをね。マラソン。マラソンまたすると思ってマラソンやりたい人。はい、やろーはい。まあ、やっても。あ、なんだ みんながやりたいって言うなら「やってもいいよ」みたいな人今おったこいつだるそうにすんなよ!」ってみんながやりたいって言うなら「やっても」と思ってんでよちょっと待ってお前がお前が寂しがってる感じあったじゃんちょっとそう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 っうそうそうそうっうそうもうそ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 うやうそ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 う じゃ,あじゃあ、やってもいいかな <laughs> がんな, <laughs> なんでなんで頼むがんなよ。なんよだるがんなよ, <laughs> んなよじゃあ、じゃあやりましょう。やりましょう。じゃあ、ていうな。じゃあ、て言うな。<笑><笑>言うなでは、やりましょう。ではじゃね、やらせていただいてもいいですか <laughs> いやいやいや。ダメ。なんか、やだよ。ダメだよ。そう。何 <laughs> やってんだよ。じゃあ、なんか無理やりやらせてるみたいになってんだろ。えー じゃあ、じゃあって言っちゃおう。じゃあっていう。じゃあ、えっと。じゃあっていう。そう。まあ、やりますか。まあ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 。じゃあまあまあまあ。今週の。うん。またどっかちょっとね、気見つけて。そうね。ちょっと土曜日がやれるか分からず。ど曜日はちょっと決めさせていただいて。ええ。そうですね。やるぞでもねやろーまなそう。うん。 みんなどんなこうやことをさ、こう、うん、期待してくれてるのかっていうのもちょっと気になるよね。ああ、まあ確かにね。<ー>何,を何をしてほしいみたいなのが、はいうん、あったら、ぜひちょっと聞きたいみたいな。うん、確かに。それを皆さんからを集めて、うん、で、あたかも自分でたちで考えたかのようにするのでっいい、ね、ぜひね。あたかもたそう、あたかも。あたかも当たり前よ。 あ、でもやっぱりゲームっていう意見がすごい多いよ。なんか。あーえー、俺ね、あそう戦ラにホラゲーやってもらいたい。やってほしい。一人や,やったことないからな 1> 1<人>え。だから一人つけて。うん、ああ。一、ね、人つけて。セコ, <laughs> セコンドつけて。うん <laughs> ああ、なるほど。これはこうするんやぞ、みたいなやつでね。そう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 。うわ、怖いな、そんな。なんか俺、驚かしのゲーム、この間、ラストネイバーっていうのをオープンレックでちょっとやってさ。やってたね。なんか超、しかもカメラつないで。そう、怖いというより、なんかちょっと驚かされる感じがあって。あそうなんや。ちょっとそれをやってほしいなって。いや、そんなんあれやろ。もうやったやろ、ウラたんが。私やった。うん。 もうええやんじゃんやらんでええやん俺。クソな誰もやったことないやつだ。誰もやってことないやつったら、そのゆうた3人がやったことないやつやったら、ああ。そう全然まあやろうかなそうやったら。まあでも、そんなか1人でもやったことあんやったら、いやもう見てるやんそれ。ああ、なるほどね。でもな、意外となゲーム、ホラー系ってな、このプレイヤーのなんか結構、操作とかで進行具合が結構変わってくるから、そうなんや、そうなんや。驚く人もいれば、 もう全然進む人もおるし、めっちゃビビる人もおればみたいな。どうぞの最初の街から一緒出れへんかったら。んいや、そもそもお化け屋敷とかってどうなんですかと思って。いや、お化け屋敷ってあれやろなんか、あの、もう今、日本にお化け屋敷ってないらしいな。ないってな。ええうん。え嘘？嘘だよ、坂田さん。 びっくりした。最近遊園地行ってないから廃止になったんかと思ったわ。マジどうなんだよ。あまりにエスエス。ヤバイ景色とかはわからんな。なんか見たことないしな。正直。ビビリ？ったことじゃないんや。ビビリなの？俺、うん。いや、だったらキモタメシは。キモタメって、あれやろ？廃なった。俺あのずっと。 俺、町中育ちやったから、キモダメしとかなかったわ。なんか、あのー、あ,<ー>あれつずっとネオン内で過ごしてたから、あれやはあったけど、うん、お前は呼ばれない側の人間だったってことじゃないの <laughs> 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 ああ、なるほどね。実はやってたけど、あいつちょっとハブにしようぜっていう空気があったってこと<おー> <laughs> いあいつ空気読めないからさって <laughs>。ああ、いや、まあ確かにね、多分呼ばれてたらしも言ったのも、どうせ。いや、リュとかないのに何るってんのとか言って。 ありそうね。を置いてくる行為に何の意味があるか全然わかりませんねって言いながらちょっと言ったと思う。なね。えビビリビビリさんビビリじゃないやろ。まあビビリって言ったらビビリに思う人もいるかもしれんけどビビリじゃないねんか。これビビリって言ったらビビリに思う人もいるかもしれんし。ビビリや。 ビビめちゃくちゃくち増えてるやん。<laughs> 確実やん。えうん、例えば、その、なんかさ、小学生、小学生の時にさ、こう、帰り際で暗いのちょっと怖かったなとか、そういうのもあったりとか。 いや、日の入りとともにもう家帰るタイプやったからな、日の出や。あ、日の出や。日の出おっせ。日の出お前、ールやん。どんだけ、どんだけホラーと無縁の人生送ってんねん。一回ぐらい体験しとけや。いや、ないやろ。幽霊見たことある逆にみんな。ないない。俺はね、死るやにったことあるよ。死は乗る。より難しいが乗ったってこと 心霊写真俺乗ったことあるよマーシーがってこと、うん、マーシーが幽霊ってこと俺結構霊感あるタイプでええー、そう心,心霊写真が撮れて、うん、でそれ送ったら、うん、あこれやばいですねってお炊き上げしてもらってでお金もらったえーえー、ミスプリントやろ、うん、それで <laughs> ちょっとまあ、あれやもんな。なんか、その、俺らの活動がうまくいってない時期とか、それで飯食ってたもんね、ちょっとまあ。心霊写真。ああ、そうだね、確かにね。取れた取れたって言って。今月は15万ぐらいか、とか言って。高。すもんたっけえな、すげえな。心霊写真で15万もうけるやつ、そうそうなんで、ほんま。すごすぎないへえ。え、坂田ないのその、心霊。 の、なんか経験。いや、まあ、なんか子供の時の話だから、ちょっと、それが夢だったのか、現実だったんかの。違いがわからなくてさ。あい夢。そういうの、そういうの、みんな知りたい。そういうのよ。夢か。いや、あるよ。どうせ夢やけど。どうせ夢やと。俺な。どうせ夢だけど。うマまじゃ、俺、夢やと思って話しますけど。どうせ夢だけど。うち、うちじいちゃんがおって。うん。うん。で、怖。じいちゃんが。怖くねえ。怖。なんで。怖くねえだろ。俺やけ。おじいちゃんは。昔も。 おじいちゃんとおばあさんがいましたら、怖っておかしいやろ。おじいちゃんいて、マジか。で、いや、まだびっくりするとこじゃないからね。おじいちゃんがいて、でも何、何、おじいちゃんいるおじいちゃん、怖い。怖え。もうええはもう。もうやらん、もう言はもう終わり。じゃあ、俺もやる、俺もやる。何俺もね、おじいちゃんがいるんだけど。うん。 あのね。いや、邪魔すないよ、<laughs> 俺は。邪魔する前提で話すしかねえ。前提は、話してくれや邪魔ちない。待ってたわ。ギり橋さてもいいとこや。じいちゃんがいるんですよ。<laughs> うん。そ,それでで、あのー、うん、じいちゃんも九十なんですね、うちの。うんうん。長い3人。そうなの。うん、えー、こっちはで<ー>、ね、まあ、家も建て直しまして。

したことああんんななってぐらいかま俺も一応有名かどうかわからんてとういは俺も入ってるけどね結局そのおじいちゃんがどうなったん結論だけ結論だけ言えばじいちゃんのテレビ俺もらあのじいちゃんが亡くなあのなくってしまったからでじいちゃんの所有物だったテレビをもらって自分の部屋に置いてんうん遺品やんそうでそしたらんか 寝てたらねコン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 ってノックの音聞こえてきて。うん何の音やなと思って最初は兄貴か親父がいたずらでノックしてんのかなと思って俺ノックで返して遊んでてそれが1分ぐらい続いてあまりにしつこいからなんか気持ち悪いなと思ってふわって起きたんよ。そしたらふわって。なんんかって起きたたよそしら 考えてみたら親父と兄貴はもう外に出かけ <laughs> 外に行ってでさその日俺の俺しか家におらんねん。な、うん、のにノックの音がまだ止まれへんねんコン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 って。お<う>えっ怖っと思ってなんやろうと思って「ちょやめてや怖いやん!」っていうふうに言ったんよ。パッとうん、そしたらノックピタって止まって「何、うん、だったんやろなあれ?」と思ったらおやあのじいちゃんがよく俺を、うん、あの。<laughs> 2> に俺2階におんねんけどじいちゃん1階でなんかそしたらよくじいちゃん1階からなんかコンコンコンって壁叩いて俺呼ぶ癖があってああそれやったんかなああ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 ちゃうんかっていう話う <laughs> <laughs> ちっちゃああああああじあちゃああああああゃああああ 気づいてほしかったんでかあると思うけど、こいつテレビパクリやったって言ってるわけではないやつ言言えやみたいなかもしれんからね。なるほどな。なるほどね。そのテレビが今もお家にあるっていうあのテレビもしかして、あれか。薄型テレビかって捨てましたわ。100インチの。ああ、そうか。ねえ、でっかいやつ。ね100インチのテレビでしょ。 1インチでかすぎるな。1インチしかもブラウンブラウン管の100インチ。邪魔だな。一日やうまんな。量使ったの。使った。ペンの大変やで、ほんま。え怖い話してると集まってくるっていうからな。ああ、うんうん。もう実施りよ。いるのそんな。実っしりよもう。いやだな。でも死んでるマッチでね見見たことないねんな。私もあったことがなくて。ない。 まあ、きっとつまらない人間やと幽霊も思ってるからサービスせん、ね、<laughs> ああ、あいつなみたいな感じで。あいつのとこ行ったのなんもないしな、うん、みたいな。うん、つまんないしなーって。そういうことか。絶対来んなよほんま。<laughs> 絶対来んなよそんな。そんな思いや。絶対言うてない、ね。常に右ポケットに塩をぎっしり詰めておいてあるからなほんま。 今日そろそろ始めていきますよ。始めていきましょう。はい、今日は。今日写真しかし、マーシーに。進めてもらう、ええあ。そうやったね、確か。わ、うん、かりました。うん、それでは、行きたいと思います。元気よく。ええー、浦島。元気よく。元気よく。はい。うん、浦島坂田さんの月曜日始まるよー。え

突然ですがんですが皆さんが初めて自分以外の人に振る舞った手料理って何ですか学校での調理実習で作ったものはなしとします。え <laughs> なんでだよ <laughs> 急に縛りプレイ出てきたなこいつ浦田さんは最近自炊をされていたり、センナさんはパン作りの動画をあげたりと、お料理をなさっているのを知って気になったので質問させていただきました。お答えいただきますとな幸いです、まだまだ先が見通せず、不安もあると思いますが、いつかまた、浦島坂田さんに会える日を楽しみに待っています。これからもありがとうがとと応援、応援、応援、チェアしています。サボティチ,ェア,チェア、チェア、チア、スチンん,んあ んさあさあふるまっ料理ということで料理ね、皆さん。ま、あ子供の頃とか。お母さんに作ってあげたよみたいな手料理。学校で以外でね。ありますか皆さんどうですそもそも学校のやつもあげてないしな。学校あげてねもんね。あれ自分たちで食うからな。みんなで食うって感じだからな。ええ、ないかな。これ多分覚えてないよな。親父にカレー作ったことは兄貴と一緒に作った へえ、いいね。いや、いい思い出やもん。思ったより水っぽくてさ、どうやったらドロドロになるか分からんかった思い出あるわ。うん、スープカレーみたいな。水入れすぎた。そうだね水分が多いとか。ね入れ蓋た。ふしちゃったとかね。はい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 。入れすぎたんすね。まさかまさにおやつ。 水っぽいやつも思い出の味なんちゃうもしかしたら今なんか今なんかなんか聞こえたぞセナさん完全にボケを今潰しましたよセナさんあセナさん探ったのいや大丈夫ですいや一応もう一回もう一回やた方がいいですあの本当にこうやってやった方ごめんもう一回だけかあえっとあの水分が多いなと

もうすんなやらない。もうすんなもうすんなやばすしなもうすんなああ、なるほどね。で、親子水入らずの話がなだなんだや違う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 。何食わせたかって話や。ああ、そっか。他のみんなは私最近自炊自炊自炊なんですけど。ふる舞う。自分でしょ自分でしょ自分でし自分かな 振る舞うことないよ、多分多分このなんか自粛期間終わったら、多分やらなくなるしな、また多分ああ。でもね、一回やっといたらね、次やる時もさらっとできたりするから、絶対やっといた方がいいと思う。本当ですか、師匠。本当ですか、師匠。うん、師匠ではないけど、多分みんな経験してる人はそうやと思う。そうなんだ。ね。へえ。じゃあ、パン作りの方は <laughs> パン作りの方、俺ね、うん、覚えてないけど、そのなんか、就職する前、要はもう、学校卒業前に、うもう一人暮らしするやろうってなった時に、うん、昨日ぐらいのこと練習してて、初めて作る、うん、<laughs> どんだけ最近や、ね、<laughs> チャーハンとか、カレーかチャーハンやったかな、初めて作ったの、多分家族に。それぐらいしかもう覚えてないわ。なんかもう、ちっちゃい頃やった時ときっも、記憶がないしな、ほんま。うんうん、以上。 じゃあ、あは C は、お、俺は小学生ぐらいの時に親にチャーハン作りましたね。ああやっぱみんな<ー>チャーハン入り口なんだチャーハン。なんか料理料理自分で作るのが当時好きで、うん、うわ、なんかその親の真似見よう見まねでこう作ったりして出してたね、うん、たまにで。 チャーハンがパラパラすぎてこれちょっと水分足りへんねってなってどうなったんしまくんまさかいや俺は逆にね俺はねなんか謎にケチャップとか入れててめっちゃネチネチになってたよ <laughs> ということはどういうことはどういうことですか <laughs> 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 いやえっ君はどこにないは <laughs> あ,あ<ー>いやまあい,いつまで経ってもこう花、うん、離れられないよ

はウラ田さん、島さん、坂田さん、セイさん、そしてクルーさん、こんばんはこれなんて言うんすかユナナミーユナナミーさんユナミー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 変な名前。こんな名前書くやたらちゃんとね、振りがなってくる。こんな言わんでええや 私は私は温泉がそこそこ好きで、えー、よく兄と温泉に行くことがあります。うん、ですが、えー、最近は温泉に行きたくでも外出自粛のため行くことができずせっかくのゴールデンウィークも無駄に過ごしてしまいました。うん、やれやれとても悲しかったです。表情悲しい。<laughs> なん<だ>表情悲しい。<laughs> なんだこいつなんだこいつなんだ表情悲しい。やれやれもちゃんとあれっぽく言えよ。うん やれやれとても悲しかったです。<お>症状悲しい。<laughs> そこで温泉に関しての質問です。ええ、温泉には湯によって美人の湯長生きの湯などまる、えー、の湯というふうに入るとまるになるよという名称がついているものが多いです。うん、浦島坂田さんの皆さんはどんな湯があればいいなと思いますか、うん、現実現実には不可能なもの、えー、不可能なことでも構いません。教えていただけると幸いです。 温泉に安心して行けるようになるまで乗り越えていきましょう。これからも浦島坂田さんの皆さんが大好きです。うん、とのことでーす。なるほどね。じゃあ、はい、私い行きます。<laughs> あ、私たんさん。あったらいいなという湯。うん、脱毛の湯。あ<ー> <laughs> あ。も浮いてる浮いてる、絶対そこ。<laughs> 汚い。浮いやん。ま <laughs> みれ。毛まみれだよな。汚ね。 ったねだでも、そこは気まみれかもしれんけど、入ったら、脱毛できるってなったら、確かみんな入るんかもしれんね。入って2時間後にね、取れるみたいな。次元、次元式なんだ。次元好きな次元だと。でも、弱いわ。残したい刑までなくなるの嫌やね。いやー、もう。あるよ。 全部あの、脱毛の言うテロっていう名前で、道行く人の頭にかけるとか、そういうテロが入りかねえよ、<laughs> それはも。1>, いや1時間後に俺は <laughs> って言って。そう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 ,そう。やめろよ、それ <laughs> これ何だと思うっていう、そういうの。拷問にに。使われかかねんな。確、ね、えー、なんだろうな。<laughs> 入ると。

だけるんじゃネ。あ確かにれ、ひょくもと足りないよ。部そこせんせたけんちゃん。あそこせんせたけん。なんか逆に貧乏になりそう。そこせん。に。ボロボロになるそかこんなんか、そうやな。マタシクあおら、あるで。何だろう。おら、マッチョのよ。ウソスお前。マッチョね。 いいやんなんかその部分的にマッチョしたかったら、例えばふくらはぎだけつけるとか。どうやってつけんの足もつくだら足もつく足足も足もつくる。足もつくる。足もつくん足もつくる。足もうく顔とかつけたらどんななんやろねバコンバキの登場人物みたいなのやろね。ああ、なるほどね。マッチョの言うありやと思う。マッチョの言うか。それか、あれかな。 あのメテオガーリックを食べた時みたいな感じかな、坂田さん。うん、うあトリコだ入れてくんない俺しか処理できなまた入れてきた、トリコ女子みたいなやつの名前。えー、こままるよ、でい、えー、今、メテオガーリックちょっと解説すると、メテオガーリック食うとムキムキになるってだけの話だから。 俺はね、うん、あのー、もう入るだけでそのシャンプーとかボディーソープしたのと同じ効果ないう、うわ<ー>それ一番したいかも。めんどくさいもん。まちょっとめんどくさいやん。めんどくさいとかあるから、うん、もうとりあえずシャワーだけバーって浴びて、そこ入ればもう勝手に。 なんかもう除菌されていくみたいな体がジゥインドゥインジゥインって。めっちゃいいやん、それ。うん。ねに。あ、はい、もう一個ある。何お、どうぞ。入ると女になる湯う。それなんかランマ。ランマに。ランマか。ランマ一。みんな知ってた。お湯で戻んだよね。確か。水で、水で女の子に。ああ、そっかそっかそっか。水で女の子で、お湯で男に戻るか。 懐かしい話。次行きます、ね。面白いよね。あれ、うん、面白い。以上です。以上です。<い>では、3つ目いきたいと思います。はい、よーさんお願いします任されたし。では、浦田さん、島さん、坂田さん、せなさん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。うん、イカオクラと申します。イカオクラ。うん はい、先日 YouTube を見ていると浦島坂田線の皆さんの広告が出てきました最近よく出てくる物語調になっている広告の数倍も飛ばしたくなくなりこんな飛ばせない広告人生初やと感動しながら最後まで拝聴させていただいたのですがここで皆さんに質問ですもしし皆さんが CM CM をを作るとしたらどのようなをどののよよううななシシチュエーションで撮りますかお答えいただけますと幸いです 自粛を余儀なくされる期間が続きますが、皆さんも、心身ともに体調に気をつけてお過ごしください。皆さんに合い、コーンポタージュに、<laughs> ひたひたに使っているパン、笑いのような、余韻に、ひたしつか、つける日を楽しみにしています。<laughs> えじゃあ次のお便り僕が読<す>ますさ、ね、あ、すー <laughs> さんそしてクルーの皆さん。

あれ、そうで、マンなんて言ってるかわからんかったけど、<CM> アニメ見たときに、こういう感じで言ってたんやっていう、衝撃でしたね。<laughs> ー確かにね。まあまあまあ。あ<で>あ、そせんで何だっけ ?CM でしたっけ、うん、?CM はどんな CM を作りますかって話ですね,んねどんなシチュエーションで撮りますか <laughs> いや、むずね。めっちゃ考えさせられる質問やな。俺ね、浦島坂田線でやるとしたら。 あのー、海辺、うん、もう浜ビーチみたいな、なヤシの木がこう、う,ん、こう張ってるような浜辺ですごいきれいな海で、うん、こうそこを4人全力疾走すんね、うん。おー、いいね。で、こう、ですごいきれいな女優さんが、こうよーい、どうみたいな感じで言った瞬間、俺ら4人をぶわって走って、で、こうあのビーチフラグみたいな、1位にとったやつが、<laughs> こうあのポカリセットを飲むっていうポカリセットの CM したい。<laughs> あ<ー> <laughs> いいね。 ああ、いいや青春やそうそう、いいやあの、ビーチフラッグみたいな感じして、俺ら4人で走り出して、ねビーチフラッグのフラッグ取るんかなと思ったら、女の子のもとに駆け寄っていって。ああ、いいやん、それ。ああ、なるほどね。で、優勝って、はい、優勝って、ポカリセットその女優さんが渡されて、それを飲むっていうので、そうそうああ、いいやん、それ。いやん。天才的じゃん。ね、しましょう。ね。 ポカリセットの CM やりたいな。これね,ねカルピスやりたいカルピス。カルピスマニア。<ー>もでも恋愛系じゃないちょっとこう。ね、カルピスもやっぱり浜辺でヤシの木いる,やる絶対。ヤシの木いる？いるな。いる。<laughs> なんか女の子がごくごく飲んで、はい、そこでそれをこう浦田さんがその音をなんかエロいなと思いながら聞きながらなんかこうドキドキすてやだなそれ。いやつや。<laughs> いい基調。マイナスじゃん。わかる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 。なんかごくごく飲んでるのをこう見ながらはァーってなって飲むみたいな言われてこう浦田さんがこうドキドキするっていう。飲むって言われて飲まねえだろうな。<ー>い,やい,やいやいや。うん 乳酸菌シェアみたいな感じでね。なるほどね。いいね、やっぱ。どれかコカ・コーラの CM にして音楽に俺らがなんか狂ったように踊り始めるみたいな。全然踊れへんのにみんな。踊れへんのに急に踊り出すみたいな。乗るってことかいな。やっぱ清涼飲料水系の CM がいいね、なんかね。やりたいやりたいな。 それか、焼肉のたれみたいな、焼肉のタレのさ。なんか C. M. なかった。えばラ焼肉の焼肉焼いても、家焼くなみたいな。なそう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 。ああいう、あの牛になろうぜ、牛に。ああ、牛ね。関係ない。俺じゃなくて、えな、別に。俺らじゃなかった。せんだがさ。はい。っていう風に言って。お茶。あのお茶を、お茶を持ってきてくれる女の子が。ちゃんと名前で呼んでくれる。 古いルん考え方がって言って怒られるんや。何のテのションカンに見せかけてしょ知らないにそぐわないって言って、キリられるっていう。ちょっとそれは何でお茶のテーシやってやってみてほしい今の。センラがサ田に多いっていうからサカタがどういうふうになるかをちょっとお願いします。おいおい やれよおいおいで来いからあのままっていうふうに言ったら来るから。あアノマネアノマネ。そんなことなかったやんけ。そんなんなかったやんけ。おいで来るのはおらんよって話から。そっかおいおいあのー ここで CM を終わりで。なんで何の CM? 何の CM? 覚えてくる人はいませんよっていう。で、最後に、おーい、おっちゃって。で、終わる。AC とやりそうな CM やんけ、それも。奥さん大切にみたいな CM やんけ、それ完全に。なるほど。時代にそこはないということね。はい。他、みんな、なんかありますかね 以上になります。ここまで話してきた CM 全部の俺ら顔でモザイクかかってるから。顔でモザイクがもしかはたアイコン丸いアイコン貼っつけてあるから絶対使われないてあげ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  ああ、うん、ちょっと有名な。こ、うん、んな CM です。なんかこう、クリスマスが今年もやってくるのやつに合わせて、サンタクロスの格好した俺たちが、こう子供たちのところに行って、こうハイ、うんはい、プレゼントって言って、なんか,かチキンが出てきて、うめえってやるような感じ。うん、ああ。まあまあ、これはもう俺一人やるからいいけどな、うん、話しても。<laughs> その、うんな興味あって、俺一人やるけどな、話しも,も,もしかしたとしても。うわ、んまあ、その箱、あれや。 あちゃんとあの知らん人触ってるからあの除菌してから開けましょうって言その頃には終わってるはずやねみんな。その頃にはもう終わってるはずやねは気をつけようぜって言ってミッキーキンを食べるどこましいよね、それ。嫌すぎや俺ゴム手袋しながら渡さなきゃいけそれってなんかんけう <laughs> そのゴム手袋も危ないねって言って、結局除菌されるって。クイズですって、ね。 4つ目いきまますす、はい、俺読みまーす俺<さ>お村田さん、えー、浦田さん、坂田<ー>さ,さん、千田さん、そして黒柳さん、こんばんは、ルルルと申します。ルル いきなりですが、先日テレビを見ていたところ、紙コップチャレンジというものをやっていました。それはタワー上に積み上げられた紙コップを紙コップで倒すというものなのですが、それを見て、これまでにいくつかのほにゃららチャレンジが流行っていたなと思いました。そこで、浦島坂田線だけの、浦島坂田線チャレンジを作るとしたら、どのようなチャレンジを作りますかこの自粛期間中にできそうなものなら、私もチャレンジしてみたいと思います。簡単な。 ののでででいいいかったたたら考えてみてみだきたいです最後になりますが皆様大臣にはお気をつけください。これからも活動を楽しみにしています。うーんありがとう今日は考える系が多い。多いね。なんか企画を考えさせられてる感じやね、完全に。ねクソ、俺の時だけこんな超高速や確かに確かに。確かに。確かに。ちょっとしんどいやこれは。えー、代表、代表一人 オッケーじゃあ俺ちょっと考えたわ、今なんか。お願いします。えっと、うん。うん、浦島坂田戦チャレンジ一つ目は、これはもうんうん、まあ言うたら、どんな人でもできるかもしれへんねんけど、そのグループとかやったら。アルバム名、例えば、じゃあシャッフルの3って言ったら、うんうん、シャッフルの 3曲目のサビを相手は歌わなければならないし、歌えへんかったら1期。いや、むず。むずむず三ってんだっけな、ポーカーフェイク。ビトバトゲームチェンジャー。ゲームチェンジャー。ゲームチェンジャーか。みたいな。むず。そう。おもろでも。まあ、そういうやつ。そういうやつ。ああ。やつ。まあ、それか、その、 なんか某あの精神的なあの勉強してるユーチューバーがやってたやつみたいにさ裏たぬきが言いそうなこととかさああそういうのツイッターでこう大喜利にするみたいなのも面白いんじゃないですかああ何俺のあなかったことにしようとしてんのそれもいいなぁ確かにな終わってから今の話だったけど完全に俺の話が今なくなってしまったやんけあ ごめん,なんどんな話してたかもう一回して <laughs> <laughs> こいつやべえやつだガチだん。うん、僕もありますどうぞ<お> <laughs> えっといや難しいかわかんないけどそのゲームをやっぱさ、うん、なんだろう、まあ、ノーカット生放送で、まあ、終わるまでクリアするまでうん、うん クリアするまでいやでもそれ簡単だなにゃちょにゃろにゃなんでもね <laughs> <laughs> 自分で納得してる自分で納得しちゃってる納得してるで,しでもなんかゲーム四人でその全部クリアしてみたいそのちゃんといつもなんか一時間あ<ー>あやったかじゃあ終わりにするかみたいなさうんちゃんと頭から見た人と一緒にこう感動するあ終わったねみたいなはいはい、うん、っていうのをなんか四人でやってみたいですね。 一本まるまるね。そうそうそうう。うんうんうん超長いけど。やります。やりたいでもいつか。うん。まあこの期間中だったらやれそうだけどね。そうね。うん。かな。他は。以上になります。満足です。ああ、ありがとうございます。あでもあるじゃん。あのさっきのその坂田がやってたやつ。うん。まあなんかこうみんな集まった時。うん。 むずいな結局やっでも実際言ってるセリフ言えるしな配信でさこうこんな時にウラ田ネきは言った一言はってこう大喜利みたいにバッて出してさそれをこうツイートしてもらって俺らが拾っていってこれ面白いですねみたいなやったりするなるほど俺らがみたいな感じでねそうそうそう一本みたいな一本グランプリねなるほどねうん 画像シチュエーション設定してその上でこうその人の性格からこんなこと言いそうやなっていうのをやるみたいなそう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 ああまあおもろそうやな。ははん。いいじゃん。でこ1本取れたやつがそのやつが坂竹やったら坂谷に1ポイントみたいな。よっしゃーみたいな。おお。ああ、なるほどね。勢力戦ね。 そうそうそうなるほど。ハッシュタグでハッシュタグで戦うシマリスで戦争するみたいないう感じでよなるほどなるほど面白い面白いグランプリ。うハッシュタグで嵐大好きですって嵐大好きですって言って嵐にポイントとかになるわけさ嵐もありますあります嵐ありますなんでね大好きですまずじゃいっぱいにって俺だけ言うみたいな。 全然関係ない。無力介入してくんなって言って。あとアラシックって書いてあるやろ。そう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 。怖い怖い怖いこと怖いな。怖いこと言うな。本当に。イラストいきません。おならね。はい。ラスト一枚目浦田さんよろしく。待ってね。今から。一枚目。 1>, 1枚目、はい、行きまーす。浦田、うん、さん、はい、島さん、坂田さん、千葉さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。いちごと申します。<も>この度はしばらく前に書いたオイラン姿の浦島坂田線の皆さんのイラストを送らせていただきました。 現在、某ウイルスが世界中を騒がせていますが、自宅待機中も浦島坂田さんの皆さんのおかげで、笑顔を絶やすことなく過ごせております。私は今までの出来事を忘れないよう、先月から毎日日記をつけています。そこで、皆さんに質問なのですが、自粛期間中で習慣づいたことありますか先日,の話、えー、先日の配信で少し話されていた気がしますが、もしそうだったら申し訳ありません、総理。このような状況での配信や動画投稿ですごく元気づけられています。 オーリーとソーリーをかけましたねこれからもずっと応援しています浦島坂田の皆さんが大好きですソーリーとのことですねな、うん、ーい、えー、なるほどねなるほどね、うん、なんかある回習慣ついたことは習慣か習慣がいたというかい俺はねあの c て言うなら、うん、こうやっぱツアー中とかってこうやっぱ、うん 休みが少なかったりするじゃん。結構休日とかももうそのまま寝巻きで一日過ごしたりとかってあったりするんやけど、1か月半ぐらいはもうちゃんと朝起きたら着替えるようにしてるわ。いつも裸で寝てる。んでで裸寝てるもねいつも裸全裸で寝てるけど、朝起きて、もうその起きてすぐもう私服着て靴下ちゃんと開いて、シャキッ っていう気持ちになるためにうんパジャマの入れはすぐ。すごい。私服っ,、ね、って,言っても葉っぱを股間にポンと置くだけで靴下履いてるよ、ね、う葉っていうから葉っぱたいじゃん。すごい。すごい。 ボヨン。え、すごいな。着替えるんだちゃんと、偉い。着替えも絶対着替えるようにしてます。で、ちゃんともう洗濯もこうまめにしようかな思って。うん。うん。変えるんじゃなくてってことね。そうそうそう。もうただの日常を送ってますね。偉い。ああ。結か的にまあただ生きてるってことですよね。ただ生きてる。ただ生きている。ひねくれたやつ女なんか。生きている。 っていう点までもね、まあ、でも俺あれやわ毎回そのゲームってちょっとやったらもう俺ゲーム実況ってね毎回放送でやるとき全然続かなかったってか続けなかったんやけどね、うんうん、そうなんかもうやっぱ自粛期間やから全然全クリできるなーって感じになっちゃいましたね、うんうん、へえんか全クリしたえっとまず「バイオハザード3」うん、ねまあ その夜回りってやつ今ゲームやっててええええええ、それはもう珍しく続いてるねっていう感じですね、うん、おおそれはすごいわ、えー、バイオス3は無限ロケットランチャーゲットしたああとしてないですそこまでやりやり込みはしないです<ー>一回クリアしたら終わりみたいな俺完全に配信外で無限ロケットランチャー手に入れててなん <laughs> てだよやれよ配信 <laughs> やれやれ以上です はいい,やいや習慣づいてないウタ <laughs> <laughs> 結構でもさなんかやってないろいろホンマうらた私は料理は先ほどおっしゃったんですけど私がおっしゃったっていうのか、うん、言ったんですけど、うん、そうですね自炊始めてまあ洗濯はもちろん自分でやってるしてか自分でしかやることないしえっとなんだろうなまあお風呂も入るし、うん えっと起きるしおはようついともねおはようついとかあれはでももともと習慣づいてたからそうね確かに確かにない俺はないですことは自炊ぐらいそう自炊ぐらいですねいつも通りは大事ですよいつもいつも通り忘れず私はそうかなセンラーあれやろこの間なんか その会議でみんなに教えてくれてたけどさ、朝なんかあの裸って、あのプーマサスベランダです。やっぱね、コロナに勝つには免疫つけなあかんからね。カンプーマサスね。カンプーマ裸でやってるの裸でやってるの裸で。そうベランダです。ベランダです。スリスリと味わうね。 る通るかなっ <laughs> やってへんそんなこと <laughs> 朝5時ぐらいやから <laughs> この時間帯大丈夫やって <laughs> <laughs> この時間帯外出てる人逆にみんな警戒するから注目しちゃうやつもし通る人がいたらそんなんやってんや俺はあれやねあれの動物の森のこうスクショを1日1枚あげるっていうのが今1週間ぐらいや <laughs> ってるよね アイツオあいつのあいつ女なの一応あいつ性別女の子にしてスタートしてるね。あアノヤロー、うなんだやろうやろうじゃアイツのアノクソアノクソナイツオンナユネ。ナカサルタンアイツヤログチヨな。レタナ。アあのパンポケガイ。 かまいるな。あのクソボケがよ。本当に。言いすぎや。こんだけ、どんな形。さ、親でも殺されたん。詐欺師が。詐欺師が。詐欺師。あ、もう、でも。え、マーシーも女キャラじゃなかった?。いや、俺はね、えっと。二日前、三日前ぐらいに女にした。詐欺師がよ。え、そんなできんの?。で、る途中で帰れんね。ん詐欺師。ええ。 じゃあのなんか可愛らしい洋服手に入れてしまったからもうちょっと女の子に着て着せたいなっていう変えられるってあれくそ帰れんねあのドレッサーで座ってメイクしたら帰れんだボケがあそうなんやゃあ詐欺師がじゃあが詐欺師がめっちゃ言うめっちゃ言う詐欺しちゃうでそれも泥棒猫なもとくでねドロゴ猫ちゃうねドロゴイ猫欲しいんドロゴに泥棒たちからこういうん 妖怪人間ベムベムベムベラまあでもゲームで女キャラを使うのってちょっとわ最近にやってわかるようになったわえっ<ら>とうとういやなんかね昔その女キャラ使うのマジで許せんなと思ってたんやけどなんでやんと思ってたけどよかったそううい普通にこう目の保養なんだなーって思ったわう,うわ <laughs> ゲームのキャラ目の保養とか言い出したな <laughs> <いつ S 3> えっでもそうじゃない <laughs> <laughs> え、ぶっちゃけさ、普通のキャラクター、男キャラか女キャラってかわいい女のキャラ使ってたほうが、こう、癒されへんっていう。なんかなんかさ、そのなんでなんでこ同意を得れないのかわかんないんですけど、モンハンとかだと、女の子キャラの方がなんか、あれだよね、その衣装というか、あれが、装備がかわいいから、男は選ばないな、俺は。って感じ。うん、モンハン俺も女よ。 結局、それは目の保養じゃないんですか認めてくださいよ。いや、保養にはしてない。保養にはしてない。いや、保養ですよ。認めませんよ。そうですよ。認めましょうよ。いやいや。ポケモン、ポケモン、皆さん、ポケモンは、えっと、男キャラでした。女キャラでした。どっちですかじゃ、ピカチュウは、可愛いじゃないですか。いや、話を変えるな。イエスかノーで答えろ。イエスかノー。ピカチュウは、イエスじゃなくて、女の子ギャルでしたかって、イエスかノーで答えてください。どっちですか メスじゃないチカュあ EV <laughs> はい、はい、じゃあイラスト2枚目いきますよーいやいやイ2枚目坂田、e e、読んでーこのイラスト1枚, 1>, 1枚目のイラストめっちゃ可愛いなあ2枚目お願いしますはい読みまーすえー、っと浦田さん島さん坂田さんセンさんクルーの皆さんこんばんはマナタと申します受験がやっと終わったこともあり、はい、絵を描くことを再開し浦島坂田線の4人が揃ったので メールに送らせていただきました。うんえー、絵で描いているので、線が拙ないのはご了承ください。指でね、最近は実習、ね、<laughs> 生活が続いているので、<laughs> 浦島高田線の曲を周回したり、えーうん、ライブせ映像を見ながら一人でテンション爆上げしています。皆さんの曲は、えー、すっと心に入ってくるので、とても大好きです。はい 個人的にルーレットの歌詞が大好きです。いいああ散歩中には必ずと言っていいほど皆さんの曲を聴いているのですが、たまにノリノリになりすぎてしまった。うんうん、たまたま会った友人にすごいニコニコするしながら来るから何かやばいものでも食べたのかと思ったよと言われてしまいました。うん、はっ突然、これはっ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 リっはクト。っは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 っ 気づいたはんねはっていうやつやん。ああ、そっか。はあ、そっか。はあ、ちゃねあ長々と書いてしまいすみません。皆さんのたまに見せる男子高校生みたいなノリとライブが、ライブでのバチクソかっこいい姿が大好きです。これからも体調にお気をつけて頑張ってください。応援していますとのことです。ありがとうありがとういいイラストですね。ありがとう。そうですね。生き生きしてますね。 指でこれ書いてごくねえ。指おなっとんねうようわからんでも。指書き民多いよね、最近。ねえ。どんだけ拡大して線引いてんやろなと思うもんね。いや、ほんまや。こんな細かい。ああ。どうしてだう。大な時間使ってんでこれ。俺らも同じ指はついてるはずだからやれないことはない。確かに。一応。確かに確かに確かに。一回見てみたい。指で書いてある。なんかその深い。も見てみたい。ねえ。 確かに、うん、ほんまに書いてんのかちょっと見てみたいよなそう指ね見てみたいな指っ、うん、てな,なんか一応さ、ね、そのなんだっけあ線ミスったってなったら <laughs> その2本2本指でパッて押すとすぐその戻るとかができるからなんか多分やり,<ー>やりやすいっちゃやりやすいんだろうまあ普通にえー、でもどうえー、すごいな指ってマジで。 でも指使いってマジでいるアイビスとか、うん、指使いみたいな。<ー>ボすると出てくは使いすごい,すごい、指使い。逆にぱりペンで書けんだって、そういう人たち、うん。えぇ、ーうん指のことだ,だって、指やったら、その細くないから、極太の選手か、俺、ヒェルキシーヒム。確か,確かに、確かに。爪ってちゃんと金のかな、ね、こう、その深爪じゃないとできないとか。 ディー,ーみたいな感じで用の爪とかあるんじゃもしかしたら。ああ、人差し指とかな。<笑><笑>人差し指だけピンピン。<laughs> 細いのは小指でやるとかさ。<laughs> そ,うそうそうそう。普通にタッチペンとか使った方がうまく書けたりせんのかな。どうなんやろうね,<ー>ね。今度ガチ4人でさ、その指で書いて、なんか絵描き選手権。ええいいやおもろそう。 完成した絵だけけを見せるっていいけどクソ、ね、下手やから全然面白くなさそうだけど面白くなるかな <laughs> 上手い人が描くと面白いけどねじゃあ誰か誰かちょっと絵師さんは依頼してあのしっかりしたものだけは描いてもら <laughs> も,うでも関係ねえじゃん関係ねえじゃん俺らも <laughs> 俺らただ絵師さんに描いてもらったものドヤ顔で公開してるだけやこれが本当の上手い人ですこれが僕ら、うん、下手な人ですっていうのがね いいですね。指すごいイラスト3枚目。はい。はい。せんらさんお願いします。せん。はい。浦島坂田船の皆さんへ。浦田貫さん、島さん、坂田さん、せんらさん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。ビオレと申します。この度浦島坂田船の皆さんのイラストを描かせていただきました。浦島坂田船のカメラ配信中に思いつき、皆さん、私、やっ ってしまいましたエプロン姿の浦島坂田線を書いてしまいました。自分が大好きなエプロン男子ですよ。うんえー、完全にオレてくせっているです。<laughs> まあ、エプロンってローマンがありますよね。すごく楽しく書か,書かせていただきました。まだまだ成長できるところもあるので、これからも頑張っていきたいと思います。ビューン。拙<ん>く短い文章でしたが、ここまで読んでいただきありがとうございます。こんな時だから。こそ カイティアンニングカイいィいンニングカイティアてニングカイティアンニングカラハンカラハンカラハンカラハキャラハキャラハンカラハいやラや。キャラハンカラハンカラハンカラハこカラハンカラハンら。ラハンカ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 ラハン こんな時だからこそ少しでも大好きな皆さんを笑顔にできれば幸いです。大好きです。これからもの後悔が素敵なものになりますようにということですよ。ああこれ最後に自分は書いてないですね。す一部最後の。書いてあるっちゅう。つ <laughs> <laughs> けなしね <laughs> エエ。エプロン男子。いや、すごい。やってしまいましたって言うだから、もっとすげえなんか裸エプロンみたいなやべえの書いてるのか <laughs> とめちゃくちゃ素敵な。かっこいい。 ね、かっこいい。<laughs> エプロン系好きなのってどうえ、そうなんだ。エプロンエプロン好きなだえじ、だんエプロン男子好きな女子ってあげて、コメント。エプ,ンエプロンってか、前かけですよね、ほぼね、これやったり、ね。前かけかな。この裏たんの控えめなツッコミがなんかさえ渡っている感じありますね。<ー>なんかこう<あー> <laughs> こツッコミなんだね。すすだなんでやねんって。 確かにね。確かにマーシー。いやすぎだろっこんなに入れてんね。マーシーならありえるな、うん。なるほど。おも,もろすぎる、ね、こんなイケメンで書いてくれてるの。 すごい綺麗、ね、ま顔なんかがおもろいよ。まあ、ん確かに。<laughs> もしこんなピュアな顔してもっこりでたら面白いもんな。<laughs> やめなさい、やめなさい。後ろの絵画とか、まあ、絵ね。絵もやっぱいい。あ、これちゃん USSS。えー、で右上も多分こ色分けてくれてて、多分ね。ねそうや。左,ね、や左上のやつは。この左上の船だけ、ちょっと若干チープなのいいですね、これ。俺らぽ雑い俺らっぽさがあるっていうか。<laughs> いいですね、素敵です。いい感じやね。いいね。これ、ちゃんと身長もちょっとこう、右斜め。確かに階段になってますね。階段になってますね。今のところ山田明さん、まさかいないっまさか、韓国しです。まさかついに来てしまった、このがついや、いいよかった。いいよ。それでいいよ、全然。むしろ、たまに出てくるぐらいの方が、可愛いって言いやすいもん。 レア度が高い方がいいよね、やっぱりね。なるほど出てくるから、いつも俺らなんかそう、なんていうのけなしざるを得ない流れになるのすごい心痛かった。なるほど普通の。なるほどね。そう。じゃあちょっと、まあ、4枚目がどうなるかですよね、これで。そうですね。じゃあ4枚目早速いってみないと。はい。じゃあ私読みます。はい。お願いします。えー、皆さん、本日は浦島坂田線高校オンライン全校集会にご出席いただき、 え浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。ーううね、今回はクルーズチケットハンサムボーイズ恋する君に死ぬほど夢中の皆さんと浦島坂田線の日曜の皆さんを書かせていただきました。<ー>私事になりますが、今週水曜日が誕生日なんです。えー、誕生日、うん 友人と一人も会えないような大変な時期になってしまいましたが、こうして個人でもグループでも私たちのことを楽しませてくれる浦島坂田線のおかげですごく幸せな誕生月を過ごしております。うん、毎日声を聞いては今日も頑張ろうって元気をもらえています。いつもありがとうございます。大、うん、ウイルスが収束し,、はい、して、えー、浦島坂田線とリスナーの皆さんに、えー、たくさん会いに行けることを楽しみにしております。浦島坂田線が大好きです。うん、ありがとう これがあれですね。あの、いわゆる桜を見る会ってやつですかね、これが。ああ。なるほど。あんだけ問題になった。なるほどね。今問題になってるいい感じな。話題の。いやいやいや。あれなんかいるぞ。いやいる。いらっしゃいます。いらっしゃらる。つまんなそうな顔してるわ。 何で <laughs> そんな顔したらほんなんか若干。家やったら家にい,い,やったらい,いていいんやでと俺言うわ、こんな顔しとったら。家やったら別に帰っていいんやでって俺言うわ。<laughs> <laughs> 俺やったらのに放てって言うわ。ああ<ー>、<laughs> 帰るかもしれん、ね。<laughs> ほんま。かわ<怖>いい。ああ、チビキャラもいるじゃん。え、これ。チビキャラ生きてんのかな、これ。やっぱり。 生きてるね、完全に。ね、そうや。お前は我が子のような感じで。だって、センラー、虐待してるもんね、これちょっと。そう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 、そうっとだ。つねてんうっせえ声出すな、って言いながら。こんない、こんないい顔してんのに、そんなこと言ってんだ。そうだろうね。これ、坂田だけアニメ版じゃない、右上のやつ。ち確かに。耳があるやつ。 本当だほんまやほんまやまでもみんなの服もまあ一応ほらアニメの服なるま,あま,あまあ服だそうよ服装的にはねそ耳うん、うん、耳的ななんかその髪の毛耳みたいな、ええまあ、そうねうんいや飛びそうやもんこのままこのまま飛ぶクルーズチケットハンサムボーイズと、うん、あと日常やからバラバラってことになるのかな3つ ?3 つです、ね、これすごいね、うん これは指じゃなないのかさすがにこれは何で書いてんやろね逆にね。何やろね。も,もし次回から、あのー、送っていただける方は、ね、ちなみに指ですとか。<laughs> いや, <laughs> いや嘘を書か,かんでええからね。うん、指で書いて指で書いたってですよっていう人だけそれ書いてくれないね。 ね、ちょっと嘘を書かなくていいですからね。あったら気になるから、すげえなって思うし。指もペンもすげえなともちろん思うけど。ペンもすごいよ、やっぱ。あ、なら、なんか、そんな風に俺ら褒めたら、肘で書きましたとか。膝で書きました。は舌で書きましたとか出てくるよ、もしかしたら。あの、動画と一緒に送ってくれれば信じる。あ、そうね。あ、そうやね。はい。肘は。リプとか。肘は難しいだろうからな。そうね。 ずずいしこれ全部もう紹介し終わったな。ああ終わりました今日も。おすげえ1時間1分。おっすごすぎおっしゃい。夜じゃん。おぼっちに出ましたね。ぼっちりいただきます。こんなんナンバー2もいいですからね。あっ、ボーイヤ。おっ、例の。ボッボーイ。ミルクボーイの時を戻そう。 それはペコパペコパもしれなハマったわ。ハマっためちゃめちゃ好き、ペコパ。じゃあ、浦田さんに俺らをボケたら、ウ田さんがペコパペコフーツコミをしてくれると。いや、無理だわ、本当に無理。あれ、超一個パスして、一個パスして。やばい。どうしよう。できるできる。自分を信じて、自分を信じて。かっ、やってみる。 ややれるやれるるいやーもうねなんていうかもう今はねもうもうそろそろ冬になる頃やからねやっぱり、うん、もうそろそろ暖房器具出さなあかんなそうね <laughs> <laughs> やれや <laughs> <laughs> やれや納得してるやんそう,、ね、う確かにね終わりますか、うん はいいや無理無理本当無理乗りだけ乗りだけ乗りだけ頑張りますはいノリだけうんうんもう一回お願いしますうん俺うんあっじゃあちょっと別の人別ちょっとねパスが大変失礼なこと言うと大変失礼なこと言うとパスが悪いパスがパパススううんんま気をつけろようんごめん 俺じゃまくんパスで俺俺パスパスしてくれはい。ああ。できる。パスさん信じてるもん。うん。こいじゃえっとじゃあいただきます。あうわっ、この弁当めっちゃまずいなうん。そういう日もある。うん。いやいやお疲れ様でしたお疲れ様でした また会いましょう。バイバイ。今週マラソンどっかでやります。たぶ終わらせてもいい。お疲れ様でした。イバーイバイバイ。バイバイ。またツイートします。バイバイ。はい。